カロライナ方面作戦、カロライナ方面作戦、カロライナ方面作戦、A、キャロルイナズキャンペーンは、南北戦争の終盤1865年をはじめの、西部戦線最後の方面作戦だった。1865年1月北軍、ウィリアム・シャーマン少将は、ジョージア州サバンナから北上し、両カロライナ州を通って、バージニア州の北軍との合流を目指した。 3月のベントンビルの戦いで、ジョセフ・ジョンストン将軍の南軍が敗北し、4月に降伏したことで、南軍の最後の戦力が消失したことを意味した。シャーマンがその海への進軍の頂点として、サバンナを占領した後、北軍総司令官、ユリシーズ・グラント中将からはその軍隊を船でバージニア州に移動し、ロバート・イーリー将軍に対抗して長引いている。 ピーターズバーグ包囲戦で、ポトマック軍とジェームズ軍の支援に回るよう命令された。シャーマンはもっと大きなことを心に描いていた。1865年1月5日に、私はこの戦争で、いくつかの大きな節目となる出来事で、私の名前が決出したものになると思うと予測した。大安として両カロライナ州を北上し、ジョージア州を横切って海への進軍を行った時と、 同じく、途上で、軍事的に価値あるものを全て破壊することをグラントに提案して説得した。シャーマンは特に最初に合衆国からの脱退を表明したサウスカロライナ州を目標にすることに関心があり、それで南部の士気をそげると考えた。シャーマン軍は1865年1月下旬に、サウスカロライナ州コロンビアに向けて進発した。 その6万79名からなる軍隊は3翼に分かれた。オリバー・オーハワード少将のテネシー軍、ジョン・マカリスター・スコフィールド少将のオハイオ軍、及びヘンリー・ W ・スローカム少将の第14と第20の2個軍団であり、スローカム軍は後に正式にジョージア軍と命名された。北上中に援軍が次々と到着し、4月1日までに、 総勢は88,948名となった。シャーマン軍に対抗する南軍はかなり小さな戦力だった。両カロライナ州における主要部隊は打ちのめされたテネシー軍であり、再度ジョセフ・ジョンストン将軍の指揮下にあったジョンストは、シャーマンと対抗したアトランタ方面作戦の途中で、アメリカ連合国大統領ジェファーソン・デイビスにその指揮官職を解任されていた。 その戦力は3月半ばで9513名、4月半ばで15188名と記録されている。この軍隊は3個軍団で構成された。それぞれウィリアム・ J ・ハーディ、アレクサンダー・ピース・チュアート及びスティーン・ディ・リー拡柱上が率いた。両カロライナ州にはまた、ベード・ハンプトン少将の師団からの騎兵隊と、ブラックストン・ブラック将軍指揮下のウィルミントンの 小部隊がいた。シャーマンの作戦は、ジョージア州、オーガスタやサウスカロライナ州チャールストンのような、南軍の小戦力がいるところは迂回し、3月15日までに、ノースカロライナ州、ゴールズバーラまで達することだった。ジョージアでの作戦の時と、同じく同時に他方向に軍隊を進軍させ、その第一で真の目的である州とコロンビアに近づくにつれて、 三回する南軍守備軍を混乱させようとした。カロライナ方面作戦では以下の戦闘が行われた。南軍、ラファイエット・マクローズの師団が、シャーマン軍右翼によるサルカ・ハッチー川とかを妨害しようとした。北軍フランシス・ピー・ブレア少将の師団、ハワード軍が川を渡り、マクローズ軍の面をついた。マクローズ軍は、ブランチビルまで交代し、 北軍の歩みを1日だけ遅らせたに止まった。2月17日、コロンビア市がシャーマン軍に降伏し、ハンプトンの騎馬隊は市から撤退した。北軍は解放された。北軍捕虜の群衆に囲まれ、アフリカ系アメリカ人を解放した。多くの兵士は市内に豊富にあったアルコール飲料をせしめ、飲み始めた。市内で出荷があり、強風で、 炎が広い範囲に広がった。市中心部の大半が破壊され、市の消防隊は入ってくる北軍との関連で、消火活動に手間取り、北軍兵の多くも火を消そうとした。コロンビアの消失はそれ以後議論の種になっており、あるものは出火が事故だったといい、あるものは蓄まれた、報復行為だといい、またあるものは撤退する。 南軍兵が街を出て行くときに、弁下の俵に火をつけたことによるものだと主張した。同じ日、南軍は、チャールストンを明け渡した。2月18日、シャーマン軍は、コロンビア市の車場、倉庫、武器庫及び、機械工場など、軍事的に実質的価値あるものすべてを破壊した。2月22日、ウィルミントン市が降伏した。スコフィールドは2月に、 ビルミントンから内陸に進軍することを考えた。同時に、ジェイコブ・ティー・コックス少将にニューバーンからゴールズバラまで進めるよう任務を当てた。3月7日、コックスの進軍は、キンストンの南サウスウェストクリークで、ブラックストンブラック将軍式の手段に止められた。3月8日、南軍は、北軍の側面を突くことで主導権を取ろうとした。当初は成功したが、 南軍の打ち合わせ不足のために攻撃が止まった。3月9日に北軍が補強され、3月10日にブラック軍が再度仕掛けたが、激しい戦闘の後で撃退された。ブラック軍はニュース側を越えて撤退し3月14日のキンストン陥落を防げなかった。シャーマン軍がノースカロライナ州に入ると、ジャドソン・キルパトリック少将の騎兵士団がその左翼を遮蔽した。 3月9日の夜、キルパトリック隊の2個旅団が、カンバーランド、現在の北軍ヤールズモンローハウス近くで、宿営した。3月10日、早朝、南軍ハンプトンの騎兵隊が、この宿営所を吸収し、混乱の中で北軍を撤退させ、荷車や大砲を捕獲した。北軍は、再結集して反撃し、決死の戦闘の後で大砲と宿営地を取り戻した。 国軍の遠兵が到着しつつあったので、南軍が撤退した。3月15日午後、キルパトリック家兵隊は、スミスビルの近く、ローリー道路に布陣した、ハーディの軍団に遭遇した。キルパトリックは、南軍の防御の様子を探った後で交代し、不評の援護を求めた。夜の間に、第20軍団の4個師団が到着し、南軍と向かい合った。月日の夜明け、 北軍は一個師団を前面に出して前進し三兵を駆逐したが、南軍の主力前線と反撃で止められた。午前の中頃、北軍は前進を再開し、強力な援護もあって、南軍を前線で二つ分を仕込んだが、三番目の前線で撃退された。午後遅く、北軍第14軍団が戦場に到着し始めたが、その地域が湿地であったために暗くなる前に配置を。 終えられなかった。ハーディは二日間近く北軍の攻撃に耐えたが夜の間に撤退した。スローカムのジョージア軍がハーディ軍によってアベラスバラで止められている間にハワラトが指揮するシャーマン軍の右翼がゴールズバラに向けて進軍した。三月十九日、ベントンビルで北軍の進軍に対応するために兵力を集中させたジョセフ・ジョンストン将軍の 南軍が残豪戦を敷いているところに遭遇した。その午後、遅く、ジョンストン軍が攻撃し、第十四軍団の前線を潰した。ゴールズバラ道路の南で強力な反撃と必死の戦闘で、やっと、南軍の攻勢を止められた。第二十軍団の部隊は戦場に到着するやたちまち、戦闘に巻き込まれた。 北軍の守備陣を駆逐しようという南軍の攻撃は5度失敗し暗闇の訪れで1日目の戦闘が終わった。3月20日、スローカムはかなりの援軍を受けたが戦闘は散発的であり、シャーマンはジョンストン軍を撤退させようという気持ちになった。しかし3月21日、ジョンストンは負傷者を除去しただけでその陣地に止まっていた。 前線全体で小競り合いが激しく続いた。午後に北軍、ジョセフ・モーワー少将がその手段を引いて、ミルクリーを渡る狭い道を通り、ジョンストン軍後方に回り込もうとした。南軍の反撃で、モーワー隊の進軍を止め、軍隊の唯一の通信線を救って撤退した。モーワー隊も撤退し、その日の戦闘は終わった。夜の間に、ジョンストン軍は、 ベントンビルの橋を通って撤退した。北軍が夜明けと共に追跡し、ジョセフ・ウィーラーの後衛隊を押し戻して橋を干した。北軍の追撃は激しい小競り合いの後で、ハンナクリークで止められた。シャーマンはゴールズバラで部隊を再結集し、ローリーの方向にジョンストン軍を追った。シャーマンのカロライナ方面作戦は50日の間に425マイルを踏破し、 ジョージア州を抜けた海への進軍に似ていたが、体力的には大変だった。しかし、対抗する南軍はかなり勢力を減らしており、士気も落ちていた。4月半ばにゴールズバラでジョセフ・ジョンストンがジェファーソン・デイビス大統領に会ったとき、次のように語った。4月18日、エイブラハム・リンカーン大統領の暗殺から3日後、ジョンストンは、 ノースカロライナ州ダーラム駅近くの農家、ベネットプレイスで、シャーマンとの休戦協定に調印した。シャーマンは、グラント将軍や北部政府の承認なしで、ジョンストンに軍事的なことだけでなく、政治的なことも含めた幸福条件を提示していたので、政治的な苦境に陥った。この問題による混乱は4月26日まで続き、ジョンストンが軍事的条件のみを飲んで、 その軍隊と両カロライナ州、ジョージア州及びフロリダ州の全南軍の降伏に正式に同意した。この月の中で二つ目の意味ある降伏だった。四月九日にはロバート・イーリー将軍がアポマトックス・コートハウスで北バージニア軍と共に降伏していた。ミシシッピ川地域にはまだ夏まで小さな戦力が残っていたものの、実質的に南軍の終焉だった。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。